今回は、FF9 イベントの今日プラスやっていきたいと思います。で、今回ちょっとどうしようかなと思って、2人敵がいるから、ベアトリックスを一応前には出してるんだけど、回復しか戻せてなくて、必殺技だけとりあえず打ってもらえればいいかなと思って攻撃は。まあ、基本的にはもう一旦ビビクイナこの3人で削っていく形でいこうかなと。でないとね、ガーネット落とされちゃったらもう終わっちゃうからね、これでどうにかなるかなと思って。ただ精神がね、ベアトリクス上がってなくて、持ってる武器的に。でもまあ調子だから白魔回復量アップみたいなのでコマテをつけてあるから、これでいけるかな。ベンドさんは弟子さんの鉄壁を借りします。これダメだったらちょっと考えます。攻撃力を下げる、闇属性攻撃ね、はい、闇属性攻撃は一応ビビちゃんにラーラを持たせてるから、それを打っていけるかな。あと必殺技が多分闇だよね、違ったかな。はい、まず鉄壁入れよう。待って、リフレク入れるんだ。え、どうしよう、待てよ。そうなんだ、リフレク変な、よく読むなよ。じゃあ、スタイナーから落とそうか。違うね、これだったらサラマンダーの泡でも来れたかな。止めてをこっちにね、マインドブレイクしたい。セルが入れて、え、待てば、あ、硬っ。ちょっと食らう、ちょっと待って、スタイナーちょっとどビビドノって言うじゃん、いつもビビドノ。マジか、でも一回レスれるから多分一応大丈夫。よし、今回これを持ってきたからね。やっかいだな。なんですぐそこ狙う。ここ狙わないで。これはきついぞ、思ってたよりきつい。回復に、うえ、なるほどね。なるほど、そうか、 HP1 にしてくるって書いてあったね。これでもどうしたらいいんだろう、今の知った上で一気に全体来たからな、運かな。大回復が必要か、そうだね、大回復が必要だね、これだと。パーティーいじります。パーティーをいじろう。よし、とりあえずミユを連れてきて、あと作戦としては先にスタイナーを落としちゃおうっていう。大した作戦でもなんでもないんだけど、とりあえずスタイナーを先に落として、ベアトリックスは後から殺
そうかなと。厄介なのはベアトリックスかなと。いやまあスタイナも厄介なんだけど、ベアトリックスにはまあダメージを与えないでいこうかな。してないクイナ大丈夫かな。ショック強いショック強いよ。よし、入ったでしょ。あとはもう回復に。スタイナーの HP が、どうだろう、4分の1ぐらいかな。いったら、鉄壁を入れ直しちゃって、ぐらいで多分いいよね。早め早めがいいよね、やっぱり。ビビってなんかかなり火力が出てるから、ビビちゃんに頼っていこうかなって。ただね、あれだよね、リフレク張ってらっしゃるから、ベアトリックスは。それがちょっと、ミユのゲージはね、できれば2つは貯めたいんだよね。それぐらい多分貯めないと無理。気がするんだよね。きつい。ちょい、もうどうしようかな。次のクイナで入れようかも。入れよう。クイナ。ミンを叩いてくれるのはね、結構嬉しいって嬉しいんだよね。クイナで入れて。いい感じのタイミングかもしれない。それで、切れたね。カエル切れたね。カエルを入れ直して、で、普段の必殺だと落とせるかな。どうだろう。落とせればいいんだけど。よし、ミユのゲージが2つ溜まった。いい感じ、いい感じ。落とすのはきついから、でもビビちゃんで落とせるんじゃないかな。落とせた場合、落とせたね。じゃあミンは待機で、ミンは待機で、見てみようか。いい火力、いい火力。来た。はい、はい、来る。これがね、必要なんだよ。で、もう一回やってくるはずだから、
おいい火力、いい火力、いいね。これじゃないよ。これじゃないね。何作るかわかんない、やだな。来た。よし、乗り切った。あとは、速攻で落とすだけ。多分鉄壁がもう出ない気がするから、頑張れ頑張れ、速攻だよ速攻。よし、あ、間違えて撃っちゃったけど大丈夫今撃っちゃった、キリちゃん。フレーク入れたよね、ベアトリックスね。よくないな。だよね、危なミスミス、これで落ちたりしないかな。きついか、きついな。いったよかった。ああ、よかった。相当やり直してよ。魔法パーティーにしてみたりとか、召喚獣でね、二人とも一気に倒そうかなとか、いろいろ試したんだけど、ああ、よかったよかった。まあ、ミーを入れちゃったからね、ミッションはクリアできなかったけど、まあ、まあまあまあ、4人ね、ナインのキャラだから。え画面バグってない、大丈夫。今めっちゃバグってなかった。まあまあまあ。何も欲しいな、大回復。大回復って A 個しかないんだっけ。え、決意の探検って回復だったか。まあ、次は強プラスプラス。相手はジタンだよね。ここはそうだね、まあ、いつも通り火力なキャラクターを連れていこうか。そんなに火力高いキャラいるかってやついないんだけどはいじゃあ終わろう、バイバイ